はい、えーミサタカノイのなるほど株大学本日も始めていきます。本日はですね、株式投資とは結局何なんですかというようなところに対して改めて深く追求していこうかなと。まあそんなようなコンテンツになっています。まあ今回ですね、まあなんかあのー、多分2020年になって、 結構いろんな会社がです、ね、いろんな,なんか打ち出し方をしたりだとか、まあ、ちょっともうちょっと前から、ね、打ち出してはいたんですけれども、NISA がなんちゃらだとか、ですね、まあ、あの結構そのやったことない人向けに何かっていうのをですね結構、証券会社も結構打ち出したりしているので、株式投資って実際やってみようかなとか、やったことを、まあ、やってみたんだけれどもみたいな方って結構多いと思うんですよ。でそんな人たち向けに、ですねそもそも株式投資とは何なんですかというところをお話ししていこうかなというふうに思います。 結論から言うとですね、まあ、株式投資って別にギャンブルではないよってところに行き着くんですけれども、どういう仕組みなのかっていうのはですね、まあ、すごい細かくお話をしていこうかなというふうに思います。 はい、株式とは、そもそも何ってなった時に要はですに、ね、会社がまあ要はお金を集めたいわけですよ。まあ、簡単に言うと、あのまあ、うちの会社応援してねっていうのは、ね、まあ、株券をまあ配るわけですね、簡単に言うと。で、株券という、まあ、要はか、まあ、昔だったらカインペラですね、カインペラを要はあを、まあ、買ってくださいとで、買ってお金が集まってくるわけですよで。会社はそうするとどうなるかというと、会社にお金が集まるので、じゃあ新しい事業を何かやろうとか、投資をしようとかです、ね、いろんな選択肢が生まれてくるんですね。なのので株券というのを発行し していろんな方に僕のこことととを応援してよと、まあ、結論そういういですね僕の会社のことを応援してよというような形の資金調達のやり方の一部というようなところでございます。で、それを要は一般公募したいからあのいろんな人に売買していただきたいので上場していくというような方なんですね。 で株式の上場っていうのを、いろんなねえっとまあ場所があるんですけど、一部とか二部とか,とかいろんなところにあるんですけれども、そうすると、いろんな一般消費者ですね、要はあの僕らみたいな通常の個人投資家とかからですね、結局いろいろとエン,トまあエントリーというか、売買するための、まあ,あ、あ,あれですね、証券会社が、証券会社とかのか、上場のところにいるとハブになってくれるわけですよ。そうすると、いろんな方が要はいろいろお金を投げてくれますよ、というような形になってくるっていうところですね。 まあなので、上場すると、基本的にいいメリットっていうのが2つあって、会社側のまずメリットですね。会社側のメリットは、上場することによって、要は、お金が集まってきやすくなるっていうのと、知名度が上がるっていうところです。なので、ここをメインに結構、大きいね、大きいっていうか、いろんな会社がそこを目指していくっていうような形です。で、ここを目指してない会社って、別にじゃあ、ちっちゃいのかって言ったら、そういうわけではなくて、例えばですね、要は、有名にそもそもな,りなる必要がない。 会社例えばあのタ、タイ個人の商品を扱っている会社は有名になった方がいいんですけれども、タイ法人向けの会社って別に、そんな会社名がすごい、ね、認知されたって、別になんかそれで売り上げが左右されるってわけではなかったりするので、まあ、そういう会社は別に上場目指さなかったりとか、それこそまあわざわざ、ね、借り入れしてまで何かし,しなくていいよねって思って,いる、まあ、思っているビジョンって言い方変なんだけど、そういう方向性の会社っていうのは特に上場したりしなかったりするよと。なんで、大きい会社でも、まあ、上場するしないっていうのはそういうようなところがあったりしますね。 そんなのが、まあ、主なところだったりします。なので、あの、そんな風に思っていただければ。例えば、あの、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、大手、大手スーパーとかもね、えー、と実は上場してなかったりだとか、あの、大手某ビールメーカーとかもですね、あの、上場してなかったりとかですね。まあ、そういうようなところがあったりします。はい。で、株式の、あと、メカニズムのところです。で、えー、の先ほどお話ししたいですね、要は上場株式というのは、簡単に言うと誰でも売買できますよ。というところですね。誰でも売買できます。 で、対してですね、まあ、未公開株式というのがあるわけですよ。未公開。ま,あ、まだですね、要は上場する前の段階で売買するとまあそういうこともあったりするんですけど、まあ、基本的にはですね、まあ、株の売買って言ったら上場株式というふうに思っていただければいいかなというふうに思います。なので、上場してる会社の株はまあ誰でも買えますよというようなところです。で、株主というのはですね、基本的に何か。まあ、そもそもこれは会社の成り立ちというかですね、まあそ,うまあ、そういうものになるんですけれども、会社っていうのはそもそも株主のためにあるんですよ。これはもうなんか、 オーナーでもなく、えー、と社長でもなく、株主のためなんですね。なので、株主って、まあ、簡単に言うと出資者になるわけですから、まあ、そんだけ結構ね、まあ、おおえらいってわけじゃないですけど、まあ、そういうようなものになるんですよ。なので、会社は誰のためにあるかって言ったら、株主のものにあるよと。で、その株主の一人になりませんかっていうようなことなんですね。なので、その、要は、えーと、たくさんお金を出せば出すほど、要するに、えー、と会社にああだこうだ言えるようになってくるわけです。 簡単に言うとですねそれがまず一つの権利というのがあったりするよというようなところです。なので、例えばあの、なんかちょっとね、まあ、昔と言っても昔ぐらいから、まあ、15年ぐらい前にあのフジテレビを買収しましょうみたいな、ね、そういうようなのがニュースにバーってなったりとかっていうのは、そういうような感じですが、株主に自分がなってしまう。まあ、当時は、ね、ホリエモンだったんですけども、まあ、その一方的に誰かが保有してしまうと、その経験をもうを取ることができちゃうんですね、簡単に言うと。まあ、取るというと、すごいなんか、 いやな感じですけれども例えばそれを、えー、とももら株主になることによって経営にああだこうだ言うことにできるよとでそれでさらに例えば会社の価値を上げて売却したら要は結局株主が何て言うんですかねお金をさらにあのかあの会社のバリューを上げて あの価値を上げて、結果的にそれで、会社というか株,主あの株,株をね売買したら、さらに利益になるよねみたいな感じです。簡単に言うと、そんなような感じなんですけれども、そういうふうにですね株主になることによってメリットっていうのは結構あったりするよっていうようなところです。そもそもの株の成り立ちをところですね、そんなふうに思っていただければと思います。 まあかといって、じゃあ、一般個人の投資家が、じゃあ、そんな、なんか一つの会社に狙い、意見を出したいかといったら、別にそういうわけでもないかなと思うので、僕たちみたいな、じゃあ、個人投資家っていうのが、どんなメリットでできるかっていうのを、ちょっとお話ししていこうかなと思います。で、まずは、この3つの部分ですね、えー、と売買益、株主配当、株主入体、この3パターンが主なメリットなところになります。 まあこの3つだけとりあえず押さえておけばですね、そもそも何がやりたいんですかっていうところで、まあ要は例えば株主優待券が欲しいから株やってるんですっていう答えになるので、それをどこを結局目的にやっていくかっていうので、全然違うよってことです。全然違う。まあそんなところをね、お話ししていければいいかなと思います。 そもそも株価っていうのはどういうふうに決まるかというところですね。まあ、要は需要と供給のバランスなので、えっ、ー、と、要は買いたい人がいます。で、売りたい人がいます。っていうので、えっ、ー、と、ま、うまく混ざっていくわけですよ。例えば、買いたい人がたくさんいます。で、売りたい人が少ないです。ってなったら、どうなるかって言ったら、要は価格を、株の価格を上げることによって、帳汁を合わせるんですね。まあ、極論、例えば100円の株式がありました。で、えー、と、買いたい人たくさんいます。売りたい人全然いません。 まあ、一人しかいません。目の前。感覚だった場合に、じゃあ、それも株を200円にすることによって、まあ、うまく帳尻を合わせましょう。みたいなことを勝手にやるんですよ。で、そうすると株価っていうのが勝手に上がっていく。みたいな感じですね。まあ、そういうような感じで、えっ、ー、と、買いたい人が多ければ、必然的に株価は上がる。で、売りたい人が多ければ、えー、と当然株価は下がると。そういうような関係性になっているよ。というようなところです。 でどういうふうに利益を出ていくんだかってことで、まあ、まずね、えー、と売買益変ってところですね。まあ、売買益っていうのは基本的にキャピタルゲインというような言い方をします。キャピタルゲインです。まあ、どういうことかというとですね、まあ、イメージは、まあ、書いてあるとおりなんですけども、安いところで買ってですね、こうやっね、えーこ、こんな感じで、安いところで買ってこここ、安いところで例えば買って、高いところで売却しました。そしたらこの差額が利益になるよねっていうようなことです。 まあ、例えばこの例だと、1万円で購入しましたよと、1万円で買って3万円になってくれました。そうすると差額が2万円になるわけですね。で、2万円になったら、まあいいよねと。買いに100株買ってたら200万円利益になります。というようなことです。まあ、結論から言うと、ね。まあそういうようなやり方。まあなので、えっ、ー、と、まあこういうふうに上がって、株価が上がっていってくれればいいよね。っていうような、あくまで買い方っていうのが一つ売買益のこと。で、この売買益の上がっていけばいいよね、シンプルに上がっていけばいいよねっていう売買のやり方を現物取引と言います 現物取引ですね。まあ、イメージだから、会社からもう株券を買いましたって、株券が今目の前にあって、みたいな感じでえとイメージしていただけるといいです。で、対して信用取引という売買方法があります。これはまず、売買の仕方だと現物取引というのと信用取引というのがあるんですけれども、この信用取引というのをやると、 こっちできますますずこっちもできますこっちもできるし、こっち、まあ、空売りという手法なんですけど、こっちもできるという、両方売買の仕方ができるんですね。まあ、例えば、えーとまあ、信用取引っていうのは、ですね、まあ、一応法律で3.3倍まで、えー、と要はレバレッジを利かせて売買できるよっていうようなところになるんですけれども、えー、とまず1つは、とこっち現物取引と同様、安い金額で買って高いところで売るっていうようなやり方が1つできるよ、まあ、っていうところです。しかも、えー、と自分が例えば100万円持ってましたってなったら300万、約300万ぐらいですね。 いいいよというよとううなやり方ですそんなことができるっていうのが1つと、もう1つ、同じ100万が300万円分のレバレッジを利かせて売買することができるんだけれども、えー、と株価が下がっても利益が取れるよという信用取引、あ、じゃあ間違えた、えっ、ー、と、空売りですね。空売りというようなやり方ができるようになります。この空売りというやり方、ま,あ、まず、これ、用語だけ覚えていただければいいんですけれども、例えば3万円でしたと。 で3万円だったものをどん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 安くなりました。安くなったんで、ね、買い戻しという現象を起こすんですね。まあ要は、株を先に売ると。売って買い戻すと。いうことができるようになります。そうすると、例えば3万円で売り注文出して、えー、と1万円で買い戻しましたよってなったら、ここも差額が2万あります。なので2万円分の利益を。例えばじゃあ100株売りに出してたら、これでも200万利益になるよと。 そういうようなやり方です。で、これ馴染みない方すごい多いので、えっ、ー、と、覚え方としては、空売りという注文方法があってっていうようなですね、もうそれだけで覚えるといいと思います。もう詳しくはですね、まあぜひググってください。ググってください。 なので、えっ、ー、と、売買益で言うならば、まず一つはですね、えっ、ー、と、上がったら利益になるよって利益を出していくパターンと、もう一つ下がったら利益が出るよっていう、そういうような二パターンがあるよ。で、なおかつ、えっ、ー、と、売買益なんで、どっちかって言ったらもうたく,たくさんというかね、短い時間軸でポン,ポン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 売買していくような、そういうようなやり方っていうのがメインになってくる。とういうふうに思っていただければと思います。はい。それがまず一つ目ですね。で、僕がやってるのはこの信用取引という、まあ、スイングトレードというやり方の、なおかつあの信用取引って売買をポン,ポンやってると。 いうような形で思っていいいただければいいですはい、いでは2つ目ですね。2つ目、株式のメリットというのは、ですね、まあ、これ聞いたことあるんじゃないかなと、株主配当ってものですね。株主配当。要するにです、ね、株を持っていると、要するに会社のまあ業績に、ねえー、ともちろん左右されるんですけれども、会社が応援してくれてありがとう、代わりにあの、まあ、うちにお金がくれてるんで、えーとまあ、何パーセントか渡しますよ、みたいなことです。 はい、なので、会社の利益によって、当然残りながら違うんですけれども、んとまあ大体です、ね、2%だったり3%だったりっていう会社が多いんじゃないかなと思います。2%とか3%とかですね。で、えー、と大体です、ね、2回、年2回ぐらい出してます。年2回ぐらい出してるよっていうところです。なので、年利2%みたいなね、えー、とそういうような会社あの株っていうふうに思っていただければいいんじゃないかなと。あ年利2%っていうか2回ね、売買できて、まあ、それがあのな年,年で2%分もらえるよというような感じです。 まあ例えばです。えっ、ー、と例えば、ね、配当利回り。配当利回りが2%です。で、えっ、ー、と1株50円配当されました。っていうふうあ配当されるっていうふうな形だった場合、これもし100株持ってたら5000円っていうことですね。 100株買ってたら5000円もらえるよとなので、これはもう、なんていうんですかね、この1株50円の配当金っていうのが、これがその会社によって全然違ってくるわけなんですけれども、会社によって若干違うその配当金を、何株保有するかっていうので、年いくらもらえますかっていうような計算式ですね。これはどっちかっていったら中長期のやり方になるよと。 なんで、このやり方を取るんであるならば、先ほどちょっとスライドに出した、この現物取引という注文方法を結構中長期でやっていくっていうことです。なので、株とりあえず買ってれば、とりあえず配当だけもらえるんで、まあ会社さえ潰れなければ、まあ結構ね、リターンが大きくなるよ、みたいな風に思っていただければいいかなと思います。 ま,あまずそういうようなやり方があるっていうところですね。これはあのよくあの僕もですねお話しするえっときに、銀行口座に入れとくのと、銀行口座に普通預金、まあ、定期預金しておくのと、株に預けるんだったら、どっちの方がいいですかみたいなね、そういうにかけてもらえるといいのかなというふうに思ってます。例えば今、定期預金でもですね、よくて0.01%ですね。0.01%。まあ、これいくら増えるんですかという話になるわけですよ。なので、例えばじゃ0.01%と2%どっちがいいですかって考えたときに、運用だけ考えるんだったら株主 株で持っといた方がいいかもしれないねっていうところです。 で、これのポイントは、できる限り安い時に買っておくだとか、えっ、ー、と、毎月毎月買っておく。まあ、これ、ドルコスト均等,均等法ってやり方なんですけれども、毎月毎月同じような株を買っていくとかですね、そういうようなやり方をとっていくと、結構こっちもね、もう本当中長期的なやり方になってくるかなと思うんですけれどもだい、なんですかね、いきなりお金がバーンって増えるってわけではないんですけれども、その会社を応援する、プラスお金をもらえるっていうふうに考えるんだったら、株主配当、すごいね、いい制度でございます。 なので、とりあえずなんか分散投資とかを考えるんだったら、こっち側ですね。例えば、今、資金が1億ありますよと。1億あるうちの1000万はこの会社とかね。そういうような感じで考えてもらえたら、するといいんじゃないかなというふうなところです。 はい。じゃあ、最後ですね。最後、株主、えっと、になるとどんな良い,いことがあるんですかというのは、優待というのがあります。優待券ですね。皆さんも聞いたことあると思います。優待券。で、なおかつですね、この優待券というシステムはですね、もう日本独自のですね、もうなんかね、ボーナスみたいなもんです。で、そういうようなところ。例えばよく、あの、僕もですね、昔、飲食店でバイトをしていたことがあります。まあ、あの、吉野家グループってとこですね。吉野家のホールディングス。いわゆる牛丼屋さんです。で、あそこもですね、ちゃんと優待券とかがございまして、あの、 例えば株を買ってます、でそしたらですね牛丼1杯無料みたいなのも,もらえるわけですよ、簡単に言うと。例えばあの企業が株主に品物やサービスを提供したりするというようなところが多かったりします。 まあ、まあ、飲食店だとね、例えば、スカイラークグループとか、あのガストとかやってる会社です。でそういうところが、例えば、1000円の、えっ、ー、と、無料、無料ギフトって言い方変ですけどね、1000円分の食お食事券を、まあ、プレゼントとかですね。まあ、そういうことをやっていたりします。なので、そういうのを、えっ、ー、と、狙っていくっていうのもすごいありですね。 なので、先ほどの、えっ、ー、と、こっち側。この株主配当と結構似たようなところです。株主配当は、要はお金で返しますよ。ってところです。一つはね、お金で返しますよと。で、株主配当はそうなんですけれども、優待というのは、その、その株ですね。株を発行している会社のサービスで返しますよ。っていうようなところです。まあ、どちらにしろ、要はお金換算のものがもらえるっていうふうに考えると、まあ、要はもっと置くとメリットが出るよねっていうところですね。簡単に言うとそういうふうに思っていただけるといいです。例えば、 なんか見たことあるかなと思うんですけど、さっきね、スカイラークグループのね、お話はしましたけど、例えば、ディズニーランド、ディズニーランドをやっているオリエンタルランドという会社があります。で、ここを要は株を買っておくとですね、例えば年間パスポートがついてくるとかですね、そういうのがあったりするよってところです。 まあディズニー大好きな人からすればですね年間パスポートを今多分5万だか10万だかそんぐらいだったと思うんですけどで、買うよりはもしお金があるんだったらオリエンタルランドというねえっと会社にえっと株として買って年間パスポートできたらなんと,えっとオリエンタルランドに出資もできてなおかつ年間パスポートも届いてもしかしたらちょっと僕そこまで調べてないんですけど配当もあるかもしれないとなると株式の方がいいかもねというような感じだったりしますなおかつ株価が上がっていってくれればもし売却した時に利益になるよっていうおまけ付きですね そんなふうに思っていただけるとですね、株主っていうのは結構納得と結構メリットがあったりするよっていうところです。はい、なので、ちょっと戦略が違うんですけど、一番最初にこれね、あの出したですね、売買益っていうのを狙っていくっていうのも1つですし、中長期の目線で見ていくんだったらこの株主配当、または優待ってところですね、この辺りを狙っていくと、まあ、株っていうのはバリエーションがそもそもね、すごい広がっていくわけですよ。なので、そもそも何を目的にするかによって全然違うっていうのはそういうことです。 なので、正直、えっ、ー、と、優待と、えっ、ー、と、配当を狙っていくんだったら、正直株価が上がろうか下がろうか、あんまり関係ないので、まあ、関係ない手法を取ればいいということですね。例えば、毎月毎月と買っていくとか、そういうような手法を取っていけば全然関係ないです。まあ、なので、えっ、ー、と、株っていうのはですね、実はあの、触れていくとですね、結構身近なもんだったりするよっていうところです。まあ、身近に接しやすくなるっていうところですね。はい。まあね、ディズニーとかね、バンバンいけたらね、嬉しいって方もいるので、もしなんかそういうふうに考えていけるんだったら、ぜひね、えっ、ー、と、買ってみるのはすごいおすすめかなというところでございます。 でそういうふうにね、なんかえ、ディズニーランドの年パスもらえるんですか、えー、嬉しいって思ってもらえたですね、高校生とか中学生とかいると思うんですけれども、えっと、そもそも株って何歳からできるんですかってお話です。一応株はですね、二十歳未満でもう全然できます。まあ、できるんですけれども、親の領域が必要ですよ。両親には、まあ、印鑑をしてくださいねと。両親がいいよって言ってくんないとダメですよ。というところです。やはりお金を扱うもんなんで、日本でもね、ちゃんと法律が整備されているのであ、パパ、僕やりたいと言っても、どうしても、うん、ダメだって言われたらダメなわけです。 なので、そこは頑張って説得しましょうってところですね。まあ、やっぱ、でも、よくね、株のことでまあ有名な方だと、例えばあの村、村上さんね、村上ファンドとかね、昔聞いたことあるかなと思うんですけど、まあ、村上さんとかもう小学生とかね、お父さんに100万とからもらって、なんか、やりましたみたいなね、まあ、そういうようなことをやってたりするので、まあ、できればですね、ちっちゃい頃、まあ、子供の頃からですね、やってみるのはすごいありなのかなというふうに思います。やってみるのすね。 まあそういうふうに興味を持っていくっていうのはすごい大事なので、やるかやんないかは別としてま、まずやるんだったらね、どうしてもあのパパママのね、了解が必要なのになりますので、一応ですね、そういうような感じで触れていくっていうのはすごい重要かなと思います。ちなみに僕が一番最初に株式っぽいのに触れたのは、高校の経済の授業だったと思います。で、経済の授業で、なんかあの、何ですかね、なんか模擬売買みたいなやってみましょう、みたいな感じだったんですけれども、その時にもう意味わかんないながら、とりあえずやってみたみたいなね。 で、当時、本当にどうなってたか忘れましたけど、なんか NTT を買い続けた人が勝ったみたいなね、そんなのちょっと覚えてるんですけれども、そんなね、まあ、ゲーム感覚で最初やってみるのはありです。はい。そのように、触れていくっていうのが大事ですね。じゃあ実際触れていくっていうふうになった時に、じゃあい実際問題、軍資金いくら必要なんでしょうっていうところです。軍資金です。で、軍資金に関しては、えっと、株の、えっと、もう会社によって全然違うんですね。全然違います。 例えば、ちょっと前のデータにはなります。これね、今の何の,のデータではないんですよ。何のデータというのはどうしても動いちゃうので、大変なんですけれども、ちょっと一時期のデータです。例えば、トヨタ自動車という会社があります。トヨタ自動車。<laughs> まあ皆さんも知っているような会社ですねもう日本だ。日本と言ったらトヨタと言っても過言ではないようなトヨタ自動車で。このトヨタ自動車という会社の株価っていくらなのかというと、この時は、まあ、約7000円ぐらいだったわけですね。7000円でした、ね。えー、じゃあ7000円すれば買えるんですかという話でもなくてですね、どうしても株というのは100株単位です。 100株単位で買わなければいけないので、トヨタという会社を買いたければ、要は7000円です。7000×100 なので、最低でも70万必要になるということですね。70万必要になるよと。えー、そんな僕持ってないよって方でも朗報ですよと。では、例えば安い銘柄っていうのもあったりします。 もう一番下だとですね、株っていうのは1円でも発行されるんですね。1円でも発行されたり、30円とか100円とかそういう株もあったりとか、証ょ、ここに書いてあるとですね、えー、と三,三菱 UFJ フィナンシャルグループというような会社であるならば、約600円ぐらいです。まあ、559円ですねで。そうなると、いくらかといったら、約6万円ぐらいだよということですで。6万円でしたらもし、ね、もしかしたらサラリーマンのお小遣いの方でも買うことができるかもしれないですし、あのーね、高校生でも。 もうね、落としてもたくさんもらえば買えるかもなと。まあ、そういうような金額になってくるかなと思います。なので、買おうと思えば、そういうふうにです、ね、あの大きい金額のものもあれば、そこそこ、まあね、そんなでかすぎるっていう金額でもない、少額なものっていうのもあったりするよというようなところですね。そんなふうに思っていただければ幸いです。はい簡単に言うと、まとめるとですね株式投資って何なんですかっていうところの、まあ、そもそもですね要は企業が資金を得るために、そもそもですね株を要は買ってくださいなっていうところが一、まあ、つ目的だよっていうところです。 なので、株式市場というのはそういうふうに出来上がってます。企業に応援したいよというふうに思っていただければいいで。その応援の仕方があくまでお金ですよというようなところですねで。株主になるとどういういいことがあるんですかというので、まあ、売買益をもらえたり、要は配当はもらえたり、優待がもらえたりという権利をまず得ることができますよというところですね。なので、えっと、株価が上がるか下がるかで大きく左右されるのはこの売買益をもらっている人です。売買益。売買益で利益を得ようとしている人たち。 で配当とかですね、優待っていうのは、そんなにそもそもあの株価が、ね、上がろうが下がろうが、えーと、もちろん下がってくれた方が、あのこの人たちにはメリット、あの再度ね、買うときにはメリットが出るんですけれども、そんなになんか一日、例えば一日で上がった、下がったとか、そういうところを見ているわけじゃないよ、というふうに思っていただければいいのかなというふうに思います。はい。この三つですね。なので株主になるといいことっていうのは三つあるよっていうふうに思っていただければいいです。どこを狙っていくかというのを明確にしていくことによって、その取引のね、取引とか株を買う理由っていうのがですね、全然変わってきますので、 そんなななうにに思思っていいいいいただければかとますなのでもし株にまず興味を持ったら何かやりたいかなというところで少額でも入れてみるといいと思います。入れてみてあこういうふうにお金が動くんだとかです、ね、あこんなのなんか配当が届いたとか優待券届きましたみたいなね経験してみるのもすごいいいかなというふうに思うところですね。 まあそういうようなところですね、結構、正直、ちっちゃい時、ちっちゃい頃からでもいいですし、株をね、やってみようかなと思った時、思った時にそういうふうにまずやってみるっていうのは、僕はすごいありなのかなというふうに思いますので、ぜひね、これを機に、もしやってみようかなっていう方がいましたら、証券口座開いて、とりあえずお金ぶん投げてみて、株を買ってみてっていうふうにね、経験されるのはいいのかなというふうに思っております。はい。まあ、ちなみにですね、株買うと、あの、んですかね、えっと、決算書とかね、届いてきます。 だったかかな。なんあの僕もたまに届くことがあるんですけれども、そういうのを見てね、あ,あそうなんだってね、なんか株主優待券、あ、あ株主あの総,体か株主総会のご,紹介ご招待みたいなね、届いたりするんですけれども、そういうのね興味持ったら参加してみるのもありかもしれません。 はい、そんなところでございます。ですので、まあね、この動画見てね、やってみたいなと思ったらね、ぜひやってみてください。そして、高評価ボタンもね、ぜひ押していただければと思います。ぜひね、チャンネル登録されてない方、チャンネル登録もぜひしてみてください。これなんでかというとですね、チャンネル登録していただくと、YouTube ライブっていうのをね、僕もたまにやってるんですけれども、YouTube ライブやりますよっていうのがですね、ちゃんとあのアプリとかで告知をされます。はい。なので、あんだやってたんですかみたいなのを、普通ことができたりとかですね、単純に僕が喜ぶっていうのもあったりするので、ぜひですね、チャンネル登録まだしてない方はぜひしてください。で、LIN e の方も 登録していただくと、簡単に言うと、動画を上げましたとかなったときに、動画、こんな動画が上がりましたよっていうのを、一応アナウンスするようにはしてるんですね。とか、リアルにこういうなんかちょっと悩みがあるんですけどみたいなことがあったら、そっち側でもちゃんと返答したいですね。それをもとに動画作ったりとかしてますので、そちらもぜひ登録していただければ幸いです。それでは、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。最後ままでごご覧いいただきありがとうございます チャンネル登録もお願いします。LINE アット、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。それではまたお会いしましょう。